さんこんにちは。こんにちは。世界的な作品であります鳴門でですね、鳴門市が今年2年ぶりに復活しまして、コラボレーションいたします。鳴門市阿波踊りの様々な事業展開を今後進めていきます。ぜひ、地元ですずつ皆さんに PR をお願い申し上げます。鳴門市観光振興課藤瀬です。よろしくお願いします。今回ですね、アニメのラッピングバスの出発式といたしまして、先ほど福井さんの方からご紹介ありました、はい、こちらのですね、アニメ鳴門と鳴門市阿波踊りの、コラボレーションしたラッピングバスが、阪神圏を、駆け巡ります。先にですね、4月に橋を渡れば感動の国ラッピングバスというのを3台ほど出ておりまして、こちらの方もすでに PR を進めているところでございます。こちらの3台と合わせましてこちら4台目期間限定ではございますけれども、鳴門市阿波踊り大いに PR していただけると思っております。今後一応特殊なバスも、ご協力いただきましてですね、実現した事業でございますということで、特殊なバスの皆さんもお願いします。ですね、明日5月21日からこちらのバスが運行いたします。大阪、神戸、他にもね、徳島バスの高速バス、いろんな路線走るようになってますので、徳島バスで鳴門市のリアルさせていただきますので、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。また今後の情報はですね、こちらの専門、ホームページの方で公開いたしますので、こちらの方にご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。